1793年に発行された書籍の、正語表正語表、または、エラッタは、出版物の語植を正すために、語植箇所と正しい記述を列挙したものである。辞書、専門書や、全集、講座のように、高額でたびたび改版するわけにはいかない書籍に、挟まれることがある。正語表は小さな紙一枚に収まるものから、語植があまりにも多いために、 パンフレットのように膨れ上がることもある。なお、前週、講座のタグでは、次回廃本に付されている月報が、正語表を兼ねていることがある。5色箇所に貼り付けて訂正できるように、シールになっている、正語表も存在する。コンピュータ関連書籍など、分野によっては、正語表が、ウェブサイトで公開されている場合もある。これは、 読者層がインターネット利用者が多いと想定されているためである。小説や一般書の著者が自身のサイトに正語表を掲載しているケースもある。書籍の最新版ウェブサイトなどで PDF で配布しているサイトがある場合、ダウンロードした PDF ファイルをすべて再印刷し直すか、ファイルから誤植があったページのみを抜き出して印刷し、誤植のあったページと置き換えると、 正語表と書籍を照らし合わせながら、語職を訂正する手間を省くことができ、正語表を利用しないで済む。ヒューマンエラーが起こりうる限り、正語表にも語職が含まれている可能性はある。JTB 時刻表においては、編集の都合上直接修正ができず、関東のページに、正語表を掲載している。また自動車などのカタログでは、単純な語職や、 写真の入れ間違いなどがあった際だけではなく、仕様変更を告知するために添えられることもある。なお、英単語の色田は、文法的には複数形であり、個々の生語は単数形の色トムと呼ぶのが正しい。ここでは具体例を掲載する。生語表は以下のような書体で書籍に挟み込まれていることがある。生語表、夏目漱石が大倉書店から刊行した。 文学論は、誤色だらけで、あとに8ページあるいは16ページの聖語表が作られるほどであり、漱石は感触を起こしたが、弟子の寺田寅彦は、行き届いた聖語表がついているという意味からは、著者の良心的なことを示すわけですとフォローした。宮沢賢治の詩集、春と修羅は、印刷中に誤色が発見された。恐縮する担当者に賢治は、そんなことは、 正語表をつければ良いでしょうと全く同じなかった。結局、春と修羅は正語表は本文と同様に印刷して一緒に製本し刊行された。トレーディングカードゲームにおいてはすでに発売されているカードのテキストを変更するという名目でエラッタと呼ばれる。多くの場合は印刷時の不備や後続で発売される。 カードセットと従来カードとのルール的な矛盾点を解消するために行われ、告知後に生産するカードのテキストは変更された状態となっている。告知は行わずに書き換えたカードを発行し始めるケースや告知のみで書き換えはしないケース、ゲームによっては告知、書き換えのいずれも行わず、解釈だけを黙って変更するというケースも存在する。変更される前のカードは、 多くの場合、ゲームで使用はできる。ただし、動かし方は最新のテキストに従うという方式を取られている。ありがとうございます。